ニュースポストセブンです。3月20日自身のインスタグラムで引っ越しをしたことを明かした辻のぞみさん。近隣が目を丸くするほどの新居は周囲の民家 3,4 軒分はありそうな広大な敷地に、付近の家を見下ろすようにそびえ立つ3階建ての一軒家。不動産会社関係者によると建築費用は最低でも3億円とのことです。建設中には工事の騒音もあったようで、近隣住民からは3月中旬には深夜の11時半くらいまで金槌でドッカンドッカンと叩く音が聞こえた、夜間の騒音については少し考えてほしいなというクレームも聞こえてきます。ニュースポストセブン。